高度な職人の技と150年以上の伝統を誇る仙台箪笥です。生活様式の変化で需要が減る中、海外への販路拡大に活路を求め動き出した人たちがいます。その新たな挑戦を取材しました。仙台箪笥協同組合の湯野目力也さん。今、仙台箪笥の伝統を守るための新たな道を模索しています。一つ一つ作り手さんの思いが伝わるっていう温かみがあるっていうところが一番ですかね。仙台箪笥は武士の刀や羽織を収める道具として江戸時代末期に誕生し、2015年には国の伝統的工芸品に指定されました。仙台箪笥には昔ながらの高度な職人技が施されています。木の性質を見極めて箪笥を組み立てる刺し物、漆を何度も重ね木目を美しく見せる漆塗り、そして繊細で豪華な模様を打ち出す金具。金具職人の八重樫英吉さんは仙台箪笥の金具を60年以上作ってきました。タガネという道具を使って厚さ 1.2 ミリの鉄の板を打ち出し、竜やボタン、唐獅子などの模様を描いていきます。肌着の力の加減あるの、こういう出すのに、それが大事なの。1日に2万回も叩くこともあるといいます。打ち出しが終わるとヤスリで角を鳴らす作業です。真剣な眼差しで全て手作業で仕上げていきます。機械でやったやつはこういうあの味が出てこないの、やっぱり手と違うんだね。しかし今、生活様式の変化に伴って箪笥の需要は減り、職人の数も少なくなりました。150年続く仙台箪笥の伝統を絶やしたくない。そこで湯野目さんたち組合が注目したのが海外です。輸出先というところで、ドイツ、北米、イギリスといった表記がありました。ちょうどこれなんかはあの大正14年で海外輸出箪笥用の金具。実は仙台箪笥は明治から大正時代にかけて海外に盛んに輸出されていました。仙台箪笥は高級な美術家具として外国人の人気を集め、明治37年の資料によると当時海外向けの生産数は1ヶ月150艘。そのうち3分の1が輸出され、3分の2が日本に駐留する外国人向けでした。過去に海外で受け入れられた仙台箪笥を今再び海外で販売できないか。湯野目さんたちは先月、パリやロンドンの日本の工芸品を扱っている店舗などを訪れ、海外のライフスタイルや仙台箪笥の需要について現地調査をしました。すべて鉄板から作ってるってお話をすると、もうすごくこう顔を近づけてこうじっくり見ていただくような姿がありましたね。技術の高さであったりとか仕事の丁寧さっていうのを、分かっていただけるというのはすごく嬉しかったですね。技術の面で評価される一方、クローゼットに洋服をしまうヨーロッパの生活様式に今の形の仙台箪笥をそのまま受け入れるのは難しいという指摘も受けました。装飾的な意味で買うから、
で全部の家具をそれで揃えるとかっていう人は少ないし、したらまあ10年ぐらいだったらもしかしたら飽きてくるかもしれないから、そういうことをベースに考えるとそんなに高くないねっていう。価格を抑え、デザインをシンプルにして日常使いできるものを作ることができれば海外で販売できる可能性があるとアドバイスを受けました。漆の使い方、またはこう組み立て技とかそういうものに関しては、もうこれはもう独特の日本の職人の技なので、それをちょっと変わった形のものでもしたら、もっと広い方たちに受け入れられると思います。現地で得たさまざまなアドバイスをもとに、湯野目さんは大事なものをしまうというタンス本来の役割を残しつつ、海外のライフスタイルに合わせシガーケースや時計入れなど新たな商品の開発に取り組むことにしました。そして来年度中には海外の展示会に出品することを目指します。やり方の正解ってまだ分かってはいないんですけれども、今回も一つ の、 その海外にっていうのは一つの、まあ、チャレンジにはなるんですけれども、あの仙台タンスっていうのをやっぱり昔ながらの仙台タンスを残すために私ができることをやっていきたいなとは思ってます。